ちょっと最近気になってるというかあのー、ポスターがあんのよ、うん、駅で見かけるね、うん、ポスターがあって、うん、金本っていう会社のポスターやねんけど、うんうん、みんなわかるかなそのなんかね、あのー、土木用の機械とかうん、うん、クレーン車とかの。 ちょっとなんていうんやろなおもちゃみたいな感じのクレーン車みたいなのがボボって書いてあってレゴみたいなんかこうがちょっとあってその中、か要はその機械やねんけどレンタルの会社やねんとそのね工事の工事で使うリースするとことかじゃなくてリースリース貸し出しああそうそうだからフォークリフトとかその。 え、何トラックの上に、ブーニーってバネ出て、うん、高いところで作業をする機械吹いたりする。ようなところの、なんかレンタルするポスターがね、うんうん、最近なんか、最近でもないか、まぁ、あ、ちょっと前から見,見かけてたんやけど、うんうん、あの、それのコピーがさ、うん、あのね、レンタルすればいいと思うよっていう、<laughs> <laughs> キャッチコピーなのよ。うんうん、なんかそれがすごい、なんか気になってて、うん <laughs> あのまずターゲットで考えたらさ絶対その口調じゃないやん思えへんキャッチーではあるよキャッチーではあるし私はすごい好意的な意味で気になるって思ってんかわいいし私みたいなもフォークリフトとか大好きやからねなんか気になるなっていう思っとって誰向けなそもそもな 自分が、その、立場やったとしてやね。うん、そういうのを扱う、うん、えー、仕事についてる立場やったとしてな。うん、駅歩いててや、うん、うーわレンタルすればよかったって <laughs> <laughs> なる どこなあれターゲットマジでこれ今ツイッターでユリランランがあげてくれてるこれ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 見えへん最近駅とかであんのよこれ今ユリランランがあげげてくれる縦型のポスター横もあったかな分かれへんねんけどこれがすごい可愛くて好きやねんけどさ知ってると思うねんなレンタルできること これをさ、うんうん、なんか、フォークリフトとかを動かさないといけない立場の人がさ、うん、こうてもたやんって言うかなって。 めっちゃ思ってさ、うんうん、このポスターだけがもう、その進行、こうん、でも <laughs>、あの、ナリさんが、いや、今まで買っちゃってたのよって書いてるけど、や、<laughs> ほんまこうで、こうで。なんか、そういうもんや。なんか、レンタルした方がいいよって言ってくれるのってさ、うん、うわ、レンタルあったんやっていう、とこじゃないだって、今更な、レンタカーっていうのはさ、もう、もう、めちゃくちゃ一般的に知られてるから、うん、え 車って借りれんのうん、うん、レンタカー借りればいいと思うよ。うん、でよう、よう旅行とか行きたいっ大学生がよく使う駅のポスターで、車借りればいいと思うよ。え車って借りれんねやうん、うん、持ってるやつ読んで、運転してもらわんでもええや車借りれんねや、うん、っていうのはもういらいんってことは、レンタカーっていうのはみんな知ってるから。うんうん って言うとやで。これ誰に刺さってんのこの、あのね、レンタルすればいいと思うよっていうのは。駅にあんねんな駅、まあだからその、どこで、レンタルすればいいか、やったらわかんねん。うんうん会社、そのだってさ、いろんな会社があるかおかんねん。でも多分、この種の会社ってそんな多くないわけやし、すごい特化したものやんか。うんうんうん。で、なんか、うちで借り、うちが、 そのう金本の特色を言ってほしいのよ <laughs>。金本で借りる理由を言ってほしいねんけど、あのね、レンタルすればいいと思うよっていう、で、可愛らしいポスターで、引きはあるんやけどさ、誰がいいの私もじゃあ。 フォークリフト借りて。ふらっと。<laughs> んんよいい。なんか、ふ、だから広告って不思議やなって、結構見るから、ね、うん、そう広告費もだいぶあれ、してるやけあ、まあもちろん私にはすり込まれてるよ。その業務用冷蔵庫の星崎と、あ,あ、星崎と <laughs> 土木用機械の金本は、もう入ったよ。星 <laughs> 崎はもうバイト先でな、なでかいペンギンのマークの。ーの星崎は入ってるね。入ってるよ。 でな、業務用、私が分かれてね、業務用冷蔵庫を買うようなことがあればも、もうん、うん、星崎、聞いたちゃう。ねうん、それはもうでも自分と実感としてあったから、うん、自分がうキッチンやってるときに、星崎の冷蔵庫を開け閉めしてたから、星崎が分かったわけで、金本で、これは普通に、あの、クレームじゃなくて、うんうん、あの、探求心。な、ど、どう、私が金本と何か交わってくることがあるのかなっていう。<laughs> うん。なるほどね。うん。 インザライがさ、なんかストラップみたいなのをあげてるわ。スト金本の金本の。金本のストラップで僕ね分数の割り算できるよ。これなんですか金本のグッズ全然関係ないやん。どういう意味真ん中に立ってる青年が言ってる全然意味わかれへんやん <laughs> いや、でも、まんまとよ。うん、そうだね。今書いてるわ、その、ミキもちゃんが、うん、なんか引っかかるのがキャッチコピーよっていう。そうか。だから、違和感でもええんかな引きっていうのは事実まではなくね、ね、うん、それで言うと、 ままんと。私はお酒飲めへんけど飲んでたらやばかったなっていうのはもういいちこのポスターよね。あそう。いいちこのポスターおしゃれや毎年毎年あれ夏場出てくるねあの駅に。見てへんあのやっぱすごいよいいち。見てへん飲んでる。じゃあ感謝されんのは村上か。なんぼ私がいいちこいいって言っても。もしありがとうございますって言われることがあるなら村上か。 わかるそのポツター、いいみたいなのは。なんか、えー、海辺のね、うん、すごい青い、空と青みたいなあって、白文字で、いい、うん、チコ、風で終わるって書いてある、ね。あ<ー> <laughs> おしゃれや。ね、すごいよ、いいチコのキャッチコピー、うん、いろいろいい。いや、めっちゃいいな。いいよな。うん、うち金宮の色とか好き。金宮の色です金宮の、なんかデザイン。 うん。どういうのなんか緑と、ちょっとピンクで、お花みたいな書いてるやつがあって。ポスターあんねや。その金宮のマークみたいなっていうか、ボトルの。はい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 。が、うちは好きやな。いいよな。だから惹かれるよな。結局そういうところで、いいチコの味なんか私は全く知らんけど、うわ、あの、広告宣伝部が、頭ひねって、ね、売りたいという。なんやったかな、もう一個や。どっちか忘れたけど、 下町のなんちゃら。あ、ナポレオンね。違う違う違う、そう。下町のナポレオンのことを、下町のなんちゃらって言われてるみたいなコピーがね、なんちゃらのナポレオンかなってみんなが言ってるやつですっていうメタ的なポスターもあんねん。おしゃれやろ。 その要は栄一君を思い出すときに何やった町のなんちゃらっていう、うん、なんちゃらのナポレオンだったかなっていうのを<ー>その自社がいじってるみたいなコピーがおしゃれやなと思ったな,なんかあんたに通ずるとこあるんやろうな <laughs> <laughs> だるい<ー> <laughs> い方だるー <laughs> あうちちょっと一個なんかポスターっていうか、うん、新幹線乗ってて、うん、東京大阪間でさ、うん、何やろあれ 七二七みたいな番号の看板みたいなのよく見やん。七二七はあるやろ。七二やけ。七七二。七四七はカラオケやけどな。七四七はカラオケ。なんか <laughs> 歌舞伎場にあるカラオケですよ。あれ、そううちなんかよくその数字七七二か七四七か分からへんけど。 あ、七二七や。これ、見んねんけど。これうち調べたら、まんまとやと思うから、いつも分からんと。うーん。あ、見たそう、その作戦やな。通り過ぎてる。なね結局何やの七二。結局何結局じゃあここで教えてもらおうか。ほんまやわ。すごいわ、それ。そう。な、何なんやろうと思う。うん。まあちょっと、じゃあ、あの、村上に入れんとくうこれ、金宮のやつ見て。うん、うん、うん。 ほら、この色。あ,あよくああいいね。うん、ああ、爽やかな味やなぁと思う。ロイヤルミルクティーやん。<laughs> <laughs> まるで <laughs> 君<や>。金見合い。あんたから見たらこれ。こんなお酒やら。うん、ロイヤルミルクティー入れるカップの色やん。うん、それぐらい美味しいの <laughs> 美味しいの。合ってんの。その味とパッケージを覆ってんの。そのミスマッチではないの。 いやうちはもう君はこれやと思ってるけどあん,そあんたは見てロイヤルミルクティーって言ったけど全然違うあ違う <laughs> 全然それはちゃうやろうけどな、うん